どういう感じで始めるの？あ、もう始まってます。あ、もう始まってる。はい。なんかタイトルコールとかいらない？タイトルコールいらないんじゃない？いらない。気持ちいいな。なんかその話題がないと厳しいやろ。俺話すことが特にないからね。そのモザイクンクは何なの？モザイクンクは笑い屋。笑い屋？メイン動画においても笑い屋やってもらおう。なんか質問ある？質問ですか？うん、早速もう振っちゃうけど。ねえじゃねえだよ。なんもねえじゃん。大した質問ないですねじゃないよ君。まあなんか矢野のプライベート見たい人結構いると思うから。プライベート？うん。いや俺のプライベート見せれないもん。近いな。だからみちゃんとかさ。みちゃん、うん、みちゃんとか。みちゃんしか気にならないでしょ俺のプライベート。みちゃん以外出てこないの誰も。みちゃんとジグ姉さん。ジグ姉さん？ジグ姉さんなんか気になんないでしょ人のプライベート。ジグ姉さんでもライブ来ないことないんだよね。ジグ姉さん、うん、ジグ姉さんだって外からでも見るからね。どっからでも見るから。今電車で見てますとか言ってたよ、まあ、乃木坂のライブ終わりですみたいな。どこでも見るから。ジグ姉さんは。ジグ姉さんちなみに俺のライブも来ないこと一回もないから。いやその何の解禁書なの。仕事できそうだよね。ちゃんとあれ多分3人ぐらいいる可能性あるから。ジグ姉さんその身のもんたみたいな感じで。怖いよ3人いたら。舌が気になってね、あんまご飯も食べれないんですよ。そう、痛くはないんだもんね。全然痛くない。で病院に行っても舌がむくんでるだけみたいに言われんのよ。でもこれむくみの域超えてんだろって医者。これむくみとかじゃねえだろこれ。喋っていくうちにどんどん舌がでっかくなってくるんだよ。聞いたことない。耳が大きくなるのは聞いたことあるけど舌がでっかくなっちゃったら俺聞いたことないんだって、ね。肥大症とかなんじゃない？下の？うん、なんかあるじゃないですか、アフリカとかでさ、なんか手がでっかくなっちゃう病気の子とかもいるわけじゃないですか。にしてはあんまでかくなってないでしょ。にしてはスケール小さいでしょ。肥大症だったらもう犬ぐらい出てるからね。だって別に収めることは可能だから。こうやってリスナーの人にね、お医者さんとかいたらね、ちょっとこれ見てください本当に。医者もそんな暇じゃないだろ、矢野のライブ見るほど。俺の親見てるよだって毎回。矢野の親ぐらいなんじゃない、医者会で暇な人。いや俺の親も暇じゃないわ。ふざけんなよ。知らねえだ俺の親。矢野の親はどれくらい働いてる？え、俺の親、うん、どれくらい忙しい？まあ、全然週5で働いてますよ父親は。週5で。土日休みぐらいかな、普通の人と同じぐらい。週5で働いて、週3は息子のライブも毎日欠かさず見てるんだ。まあアーカイブで見る場合もあるみたいだけど。ああ、アーカイブでも。アーカイブでも見る。どんだけ好きなんだ。アーカイブで見るのは俺の親とジグ姉さんだから。ジグ姉さんはアーカイブでも見てる。ずっと見てるからジグ姉さんは。プライベートっていうか祝日なんていうの、休日って言ってもこの時間起きてないから普段。水曜日だけね、撮影があるからこの時間に起きてるけど、うん、普段もうだから寝てる時間だからね。もう配信直前まで寝るから俺は、うん、配信に備えて寝るの。配信に備えて寝る。舌がでっかくなってたから。
いいことないから。意味ないじゃん。うん、いいことない、本当に。ちょっとなんか砂場で、あの頃の遊びみたいなの、ちょっとやってよ。あ？何？砂場で、あの頃の遊びみたいな。はい。昔懐かし、昔の、お母さんと、お父さんと、お姉ちゃんと、公園行って砂場とか行ったでしょ？家族で砂場行くことある？いや、あるでしょ。公園よ。公園は行くでしょ。あ、いい、いいです。これやっぱ、お母さんのために、この映像、ママとパパのために、映像を残していこう。ね、親はこんなこと言うから早く帰ってこいって言ってる。見たらさらに思うよ。パパ元気だよ、つって。ママ、元気だよ、って。これ見たら心配になるやん。僕は今東京で、のんびりと、ちっちゃい時の思い出を、楽しんでるよ、つってさ。泥団子とかね、作りたいけど、ちょっとサラサラすぎるな。ちょっとじゃあ、水、持ってこよう。綺麗な泥団子。ああ、いい家です。いや、大人になってからまさかね、泥団子作るとはママだったね。ママ見てるって。ママはまあ、これも見るよ、多分。ママにホームビデオじゃないから。ママに思い出をね、思い出 Vlog やっぱ残していかないと。ママも北海道で見てるんでしょ。まあ見てるけど、そのママのためだけにやる、来てるの。ママとパパとついでにお姉ちゃんもみたいな。まあ、そのみんな見てはいるんだけど、それだったらもう別に動画アップする必要ないからね。家族に送ればいいからね。最初に濡らした方がいいよね。あ、これはちょっと、お、本気ですか。本気出すかもしれない。本気、うん、本気で、これ本気出すかもしれない。本気の濡れた土を見るとちょっとテンションが上がるね。あら、あー、でもこれね、相当サラついてるわ。マジで。サラつきやばいわ。で、これでちょっとこうやる。あー、いいね。懐かしい。ね、懐かしいよね。うん。やっぱ手汚れて、そのまま帰ってきて、パパに怒られたなーみたいな思い出あるんですか？いや、そういうタイプじゃなかったね。家でね、静か。え、でも綺麗じゃない？綺麗。でね、硬い。硬い。うん。え、こっからどうやってツルツルにするの？手で、こうやって、スルスル、こうやってやるの。え、置いて？左、あ、そうそう、そのまま、そうそうそう。あ、こう、こう？そうそう。でも、ちょあれ？ちょっと力強すぎるわ。じゃあもっとギュッてやんなきゃダメだこれ。あ、もうめっちゃギュッてやんなきゃダメなんだ。そうそうそう。ギュッて。水の量は今ぐらいで大丈夫？いや、水がちょっと。足りない。足りないらしいです。なるほど。これはやりすぎた？大丈夫か？まあ一回ね。うん。完璧な泥団子作ってこうよ。すごいよこれ。これやばくない？俺の記憶上だと、なんか畑とかの土を固めて、公園の砂で周りをなんか、いや、なんか表面。コーティングみたいなのあるよね。そうそう、それを。それはなんか覚えてんのよ。そうそう。それはこういう公園の砂でやるんですよ。はいはいはい。なるほどね。そう、だから誰か知らない人の畑からちょっと土奪いに行こうか。都内に畑ある？まあ見ないけど。青梅あたりに。車で泥団子だけのために、はい、ちょっとおもろいけどね。
こっからこっからいやでもなんかここえこあ違うんですよこれ、はい、こっからまた周りを、はい、乾いた砂でちょっと一回丸めるじゃないですか。じゃあもうここあそう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 、はいはいはい、あおならしちゃった。ふんごえなんで？おならしちゃった。体勢的に。おならしちゃった。おならする体勢です。恥ずかしい。拾ってるかなおなら。まあもう。え？でもこれをこっから固めて、うん、乾いた砂を周りにコーティングして、でもう一回固めてを繰り返してでかくしていくの。確か違うかな。え最高どんぐらいでかいの作ったことある？ちっちゃ。これちっちゃい。あ。もうやばい。絶対無理だろこんな。ってんだよこれ。ジャングルジムとかもやりたいね。いやいや、カットしようとしてるやん、ここのくだり。なになになに、ここのくだりなくそうとしてるじゃん。そんなことない、そんなことない。すぐ切れる人っていうのも見せてきたいし。ああ、うん、宇治原さんタイプね。うん、やっぱね、俺優しすぎるって言われるんだよね。なるほどね。ブロックとかもしないじゃん、全然。ああ、しないね。めちゃめちゃ優しいと思うんだよね、はい。うん。ちなみに俺はめっちゃブロックします。え、その、インスタとか？インスタはしないけど TikTok は結構ブロックしてるね。どれぐらいのコメントですんのブロック、例えば、こいつの何がおもろいんや、うん、つまんない、まあ、つまんないとかやな。見てらんない。見てらんないもダメ。見てらんないもダメ。あ、見てらんないダメ結構厳しいね。あと出てくんな、俺のおすすめ出てくんな。あ、それはうざいな。マイナスコメントはもう基本全ブロックしてます。じゃああれはこの人みんな面白いって言うけど俺は何がおもろいかわからんわ。あ、ブロックです。いや間違いない。それダメな。はい。お前が面白くないって言ったらもうダメなの。もうダメです。うわ厳しいな。みんなおもろいって言ってんだよだって。みんなおもろいって言ってるけど、みんなおもろいって言ってるけど俺には分からんみたいな。うん、分かんないんだったら見るなという意味を込めてブロックします。うわ、厳いな。みんながおもろいって言っててもダメなんだ。はい。あ、結構厳しいな。厳いというか、なんか自分のこと好きでいてくれる人だけ見ててほしいっていうのもある。ああ。でもなんか、うん、ボケじゃない、ボケっぽい感じだったら別にいいの。お前おもんないなみたいな普段の会話で、うん、とか別にいいんですけど、そうガチで言ってくる感じ。はいはいはい。あと俺のお笑い感覚は違いますぜみたいなやつは、うん、そのあこいつお笑いを分かってないなっていう意味を込めて、お笑い勉強してこいよっていう意味を込めてブロックします。あ、そう、傷つくとかではなく、傷ついてはないですね。あ、傷ついてはないんだ。全然傷ついてはない。その周りも冷めるじゃないですか、アンチコメントって。確かに。面白いなと思ってコメント欄どんな感じなんだろうって見た時に、おもんないわみたいなコメント見た時のなんか動画への冷め具合って結構あるじゃないですか。それはあるな。でしょ。うん。それを面白いと思ってくれてる人たちに体験してほしくない。なるほどね、うん。あと矢野のライブの縦バージョンの生配信の方に、うん、あの後ろの笑い声キモいっていうコメント見て、うん、あの24時間タイムアウトしました。後ろの笑い声に関しては結構来てるよコメント。いやそれがそのガチ感があったから、そボケっぽい感じのコメント欄とあるじゃないですか。ああ、なるほどね、うん、そガチの感じが後ろ笑い声マジキモいみたいな感じだったのよ。はいはいはい、はい、それたまたま目についちゃって、俺一緒に同時に見てる時に裏でね、はいはいはい、でタイムアウト。タイムアウト普段だったら1分もしくは10秒とか
はいはい、選べるもんね、はい、長くて5分、うん、ただ何でか分かんないけどその時だけ腹立って24時間タイマーだ別にいいけど何がそんな腹立ったの後ろの笑い声もでも最近もうあくびしながら笑ってんじゃんだって分かった。いやあくびはちょっとあんまりひどいよあれでもちょっとねもう今だから言おうだけどまあでも許してもらいたいなっていうのもあるいや厳しいってだってそんなつまんないってことじゃんいやそれはないよえそれはないつまんないからじゃない本当にやっぱ最近ね寝ずに朝から動いてるっていうのもあるんですわ寝ずに朝から動いてんのいやそうですだって何してんの僕も朝まで起きてるタイプだからえ何してんの朝までそう内見行ったりとかさ物件の内見行ったりとか内見なんてだってまあ朝とか昼でしょ、まあ、撮影そう 夜中は何してんの夜中は唯一の休みとして YouTube 見たりとか Netflix を見てそこしか時間がないんですよでそれで朝まで起きてまた朝内見行くのそうそんなことあるそれは YouTube とか Netflix、まあ、言うて合間に見れるじゃんあ何かのいやもう移動中とかそういうタイプじゃないんだでもやっぱ情報欲しいタイプだから結構流行りに置いてかれたくないタイプだから、まあ、トレンドとかねそうそれはわかるよだからめっちゃ見たいのだから今テレビの録画でさえ俺 1.3 倍で見てるからマジうんテレビの録画テレビの録画を 1.3 倍で見てるでもトレンドも早すぎるからね今でしょうん1週間単位で変わんないだって今そうなんなら、うん、TikTok なんてアニメもそうなんなんか気づいたら違うアニメ流行ってるなんかあ今流行ってるの何今はマッシュルとかあのグリーンバンバンのやつかそうはい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 しかもなんかいつの間に流行るからさそうグリーンバンバンとかだってあれどうやって流行ったのあれ何なのあれ急に出てくるようになってるねあれもちょっと分かんないないやだから分かんないんだよね今、うん、誰がやり始めてるのかも分かんないねえ、うんその曲自体はもちろんいいんだけどさ何きっかけで何が起きてバズるのか文句ですかいや全然文句じゃんなんでそんな悪い風に捉えんのすぐブスしたい全然文句じゃんいやなんかすごいよなと思ってクリーピーナッツブロックだクリーピーナッツはブロックしないブロックできないし本赤とか分からんしクリーピーナッツのそうこうしてるうちに硬くなってきましたよでこれをはいこの、うん、乾いた砂というかさ、まあ、本当はサラサラな方がいいですかサラサラな砂でなんか周りをこれ徐々にゆっくりねそうああいいねあでも柔らかいいねいやそんな感じで来られてやちょっとやっぱそのテンションの矢野は気になるから、ね、いや怖い今もうこんなスピードで来たからびっくりしちゃうからでこれをはいはいはいこんな感じでうんやってくるんですよ、うん、転がしたりで大きくなってくるんだそうはいはいはい俺の記憶上それなんだけどちょっとやっぱ柔らかすぎるわこれ砂がうんこれはでもちょっとあれだな指綺麗だなありがとう、うん、結構やっぱあの満点には好評があります砂場でこの指見たことない細すぎるしなやかすぎる砂場の指じゃないよなでも飽きてますよえ飽きてますそんなことそんなこと今作ってくれてたんだから注目してますよ僕は姿勢がきついねあなるほどよく子供の時ずっとこれで入れたなそれ子供に聞いてる、うん、子供に聞いてる側面もあるよくこれで入れたな子供おいしんどいぞこれ結構しんどいこれ、うん、言うて
でもサムネに、サムネ候補だもんな、これ。これはそう。じゃあ大事に行きたい。サムネの、はい。もうミスは許されない。でも、つかないんだよな、やっぱ。ちょっと、乾かした方がいいのかな。これを、こうやってか、かぶして、こうやってやりながら。あ、いいね、いいね。そう、こうやってやるの。これの繰り返し、確か。違うかな。じゃあ、結構、時間はかかるんだ。うん。うん、で乾いて乾いて、うん、どん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 乾いた砂にもなんか染み込んでって硬くなる記憶があるんだよな。なるほどね、うん、でも削れちゃうんだよね、こうやって。そうそう、これの繰り返しです。今の顔出す姿勢がマジきついやん。ちょっとそっちに座る、こっちに。え、どっち？どっちか。こっちの方がまだいい。いや、でもなんか、だんだん乗ってきたね。え、くんくんもやってくれてんの？どう？くんくんも泥団子とかよく作ってた？あんまり経験はないです。まあ、今んとこね、何分の動画になってんのかよくわかんないけど、まだ2分ぐらいかな、今多分。結構撮ってますからね、これ今。結構、まあ2分ぐらいですけど、なんか、こういう動画もいいんじゃないかな。うん。なんか。まあ、みーちゃんが楽しみにしてるから。いや、だから、みーちゃんしかいねえ。みーちゃんとジグネーさん。俺のプライベートは見たくない。フル視聴。フル視聴は、みーちゃんと、うん、もう離脱してるから、8割が。でも、そうね、やっぱり、そういう普段からね、見てくれてるリスナーさんがいるわけだから、頑張りたいってなるよな、みんなね。おはとも。ね。なんか、リスナーと絡んでいくみたいなのってどうなんですか？実質あって、なんか、企画やるみたいなの、いいじゃん。そういうのと。いや、全然いいんだけど、うん、なんかさ、あ、まあこれは言えないか。あ、え、な、なに、いや、言えないかってなったらグッと言えるんじゃない。なんかあれか、印象って、いや違う違う、それ女の子とかじゃなくて、みちゃん以外会えないみたいな。いや違う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 、もうみちゃん以外会えない。違う違う、なんかあの印象と、うん、結構違いそうじゃん、みんな。あ、なんか普段はさ、結構なんていうの、まあいじりのコメントみたいなの多いわけじゃん、俺の。うん、なんやこいつみたいな。でも会ったらきっとみんないい人じゃん。それに失望したくないっていうのはある。なんか、なんか普段ともくんめっちゃいいやつだみたいな。ともくん普通の人じゃないかみたいな。そのだからそういう目で見ちゃうわけじゃん、 これからも。あ、なるほどね。一回会っちゃうとね、スパチャが来るたびに、そうそう、あ、こんなことを言ってるけど、言ってるけど本当はいい人なんだよねっていう。そう思いたくない。やっぱツッコミにも気持ちが乗んないじゃん。やっぱ本気でいじられてるから、なんやこいつって思ってね、言えたりすることもあるから。なるほどね。っていう意味では、だからジグ姉さんとかいるよ、多分リアルであっても変わんないでしょ、多分あれ。のコメントと確かに、ね、リアルであっても絶対いい人だし、はいはい、コメントでもいい人だし。ただ結構割とそのいじる型の人たちはね、多分すごい腰低かった人は嫌だしね。嫌じゃない？困っちゃうよね。そう、困っちゃうじゃんの不安はあるけども、でも関わるイベントは全然いいと思います。イベントというか動画とかで、ダブルお父さんさんとか。ダブルお父さんさんとかは、うん、もう本当ライブの流れと一緒で、うん、本当に会った瞬間一発目だけボケて、その後一切ボケないっていう、うん、誰よりも早く来て。誰よりも早く来て。俺よりも早く来て、その場にで一個喋って帰る可能性あるね、もうなんだ。ダブルお父さんさん、まずダブルお父さんさんっていう、ダブルお父さんからやっぱりやってこう。いや、ダブルお父ダブルお、だから難
昔ね、いた吉本楓さんとかね。ああ、いいね。どんな人か気になるし。確かに。うん、まず、男なのか女なのか。そっからだからね。吉本楓さんは。だからなんか、あと、そうだね。宇治原さんとかは、とも一緒になんかできたらいいしね。いいな。うん、まあ、ね、だいぶ今、連絡は取り合う仲にはなってるから。正式にここでカメラに向かって行った方がいいんじゃない？何を？宇治原さんと。宇治原さんこれ見ないやろ。見てくださいって言うの俺が。宇治原さんと、うん、ダブルお父さんと3人で。いやいや一番きついやん。ダブルお父さんが困るやん。いやだからまあね、夢の、いや夢じゃねえ。ダブルお父さんどうにかいなくなってくれ。申し訳ないです。もう今もう、うん、ダブルお父さんも、もう自分の名前が出てきてもうウキウキして見てるよ。これ多分ウレション出してるやろ。ダブルお父さんあたりはウレションですよ。まさか自分の名前がここで出てくるとは。もう録画するんじゃない？これ俺は出してないけどね。おっとそんな出しましたけど、ダブルお父さんの名前は。矢野さんが俺の名前呼んでくれてるやつ。で、ダブルお父さんはいつも切り抜かれないのはなんでない？切り抜かれる？ダブルお父さん。ダブルお父さんは、うん、切り抜かれてはいるんだけど、うん、モザイクンくんからもらうときに。あ、モザイクン、そうね。モザイクンくんがまずカットしてるからね。はい。うん、で、あんまりにも毎回来るから、最近はもう俺がカットしてます。いや、入れてやれや、よくわかんない。入れてあげてくれよ。毎回だって一番最初だからね。いや、そう、毎回一番最初に来て、うん、毎回くんくんが切り抜くから、もう本当に飽きちゃって、俺も。あ、なるほど。ダブルお父さん好きなんだ、くんくん。結構好きなんですけど、でも録画しなくていいよって指示が。ダブルお父さん。ダブルお父さん限定で、ね、嫌いじゃん。いや嫌いじゃない。やばいよこれ。嫌いじゃない。やっぱその新しく投げてくれてる人とかをやっぱ切り抜きたいのもあるし、まあ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 、そうで毎回ダブルお父さんで入ってくるのを見る側も見る側や。ダブルお父さんに申し訳ないんだけど、切り抜かれた動画を、まあ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 、矢野さんの切り抜かれている見ようで毎回ダブルお父さんだった時見たと思うんですよ。いや150回ぐらい連続だったらおもろい。さすがにすごいなこいつってなるとは思うけど、うん、まあまあまあでもね、確かにそれもあるか。まあ今までで一番面白かったコメントと、はい、まあ、この人好きなんですよみたいな人とかはいるんですか？この人のスパチャいいですよねみたいな。皆さんねいいですけどね。まあ僕が言うのもなんですけど、皆さんいいと思いますけど、まあでもやっぱり吉本楓さんあたりはやっぱり違いましたかね。ちょっとやっぱレジェンド感レジェンド感がやっぱり殿堂入り、殿堂入りでしょうね。でもなんかみんなねどんどん面白くなってってなんかありがたいですよね逆に。いやだからあの替え歌の配信の時とかさ、いつも基本僕その日に告知するんで、うん、今日替え歌ライブですみたいなね、うん、だからもうみんなから結構、いやちょっと事前に教えてほしかったみたいな、ちゃんと考えたいから結構来るんですよ、ちゃんと考えたかったみたいな。だからそれリスナーさん側がもう渾身のを作りたかったみたいな、事前に言ってくれたらもう考えれたのにみたいな。練る対策練るのこっち側なんだけど。いやそうそうそう、だから申し訳ないなと思ってね、わざわざ考えてくれてんだっていう。そんなに熱い思いがあるとは分かんないよこっちの。なんかあの昨日とかも似てる人の生配信みたいなあれとかもやっぱり事前に教えてくれたらもっといけたのにみたいな。いやいや、なんでみんながそのネタを考えてんだって。だから優しいっすよね皆さん。
いやだから思ってるじゃん。違う違う、似てる人に関しては1時間ありゃ探せるじゃん、うん、いやいや事前にやってきたいの。何発か仕込んどきたいの。やっぱり1週間前くらいから、1週間前くらい何発か仕込んどきたいだから、あのこっちが思ってる以上にガチ勢がもう、うん、ガチ勢が多いんだよね多分。だありがたいっすよね。いやそうっすね、本当にありがたいの。とりあえずあのまずこの舌を直さなきゃ会えないから、これ恥ずかしくてこれまでかくなってる、これ今すごいでかくなってるもう収まってないもん。うん、でも普段からこれで生活しなきゃいけない今日からこれだから最初は調子いいのよ、朝いつも起きた朝は普通に喋れるのよね。休憩する？あ、これもう休憩しても治んない一回でかくなった今日はもうこれいやマジマジマジ今日もこれ、一回寝ないとこれ休憩してもなんですよ。親にも怒られて、あ怒られた、なんでここまで放置してんだって。ただ俺もここまで大きくなると思ってなかったからやっぱりお父さんとお父さんこんなことになると思ってなかったうん、だから今週ぐらい、先週か、先週の終わりぐらいから異常になっちゃってうん、だからもうタバコもやめるし、ああカフェインももうやめときます。カフェイン、カフェイン系やめときましょう。レッドブルーとかもうやめときましょう。これ字幕なしで聞き止めるこれ大丈夫この単語はもう大丈夫、これ取れた、はい、あ、うわうわぁ。え？ママそんな子に育てた覚えはありませんって言ってる。まあ、大爆笑みたいな。あれ？何すか今の？うい。いや、音楽やりたいなと思って。あら。音楽。うん、音楽。ちょっとラップ？あ、ラップ得意なんだっけ？これ状態で無理だろ。いじめるんだよでこの状態でラップ行ってみよう一回。そう、音楽ってのはそのどういうジャンルのがやりたい？まあでもなんかどっちかっていうとバズるような音楽がやりたいんだよね。ああ、15秒とか、15秒とか、あとあの なんだか大将みたいなさ、最近流行ったなんだっけ、なんだか大将、なんだか大将、大将、え、妖怪、 あのこないだファンタジスタチャンネルがコラボしてた人だっけ。アメンボプラスさん、アメンボプラスさんのなんだっけ、なんかあったよね、あんの、なんだかエクササイズみたいな。あ、そうなの、ちょっと待って、うん、それすごいバズってたよ、解放エクササイズ、あ、っていうのがあるの、っていうのがあるのよ。だって解放エクササイズ再生数なん、あ、そんな、いや解放エクササイズ結構人気よ、うん、そうなの、1919万回、8ヶ月前、そうそう、アメンボプラスさんのどんな曲かはちょっと申し訳ないけど、わかんないけど買ってます、これ買ってます。いやいや買ってないって買ってます、買って、これめっちゃ流行ってたって。あ、これね、はいはいはい、はい、これ流行ってたでしょ。あ、こういうのがいいな、なんかそれなポップな、みんなで楽しく踊れる、うん、はい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 、別にあの歌詞とか別にラップでもいいんだけど、そのなんか、うん、かいほーみたいな、かいほーかいほーかいほーかいはあ、かいはあ、かいはあ、かい、はあ、これもう本当あと1時間やっちゃうよこれ。いい、止めてくんないと。だからそういうちょっとポップなさ、はいはいはい、おはとさんなんか得意じゃない、割と、はいはいはい、そういう曲、なんか若い子に流行るような、うん、ね、そう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 、なんか覚えちゃうみたいな、はいはいはい、ああ、それやりたくない、それ、これ教えましょう。流行る、はい、ワードの作り方みたいなのもあるんで。あ、そうなん、人の耳に残りやすい、そうそうそう、ワードとかも、おはとはなんかある程度知ってはいます。あ、本当？はい。まあ、一番ベタなので言ったら、あの、パ行のワード挟むとか。ほー、パピプレも。だから、おっぱっぴーって。はい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 。だから人の耳に残りやすいワードっていうのが、ね、あるみたいで、そういうの入れると、うん、なんかいいみたいですよ。まあ、あとはメロディーか、やっぱ。はい。メロディー、やっぱ作っていこう、じゃあ。
矢のメロディー。やっぱ、かい、ほみたいな、なんか、でん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 みたいな。焼き肉みたいな。はいはい。おっぱいみたいな。あ、おっぱいいいんじゃない？おっぱいいいんじゃない？おっぱい。でも、解放とかぶっちゃうから。まあ、そうだね。パイ。それで、パ行入ってるし。おっぱいパイパパイパイパパイパイ。おっぱいパイパイパイ。ああ、いいじゃん。おっぱいパイパパイ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 。おっぱいパイ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 。ペン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 人生変えようよ。うん、すごいっす。意味がわかんない。人生変えようよ。ワードだけモザイクンくんにもらって、うん、メロディーはね。メロディーはこっちがやるから。はい。うん、こっちがやるから。ワードですか。ワード。パギュウ。うん、パギュウじゃなくてもいいよ。こうってらんねえよお前。ふざけんなよお前。何も思いつかないっすね。何だったらできんだよ。何もできない。こいつが可愛くてね。ダメだけど。タプタプ。タプタプ、タプタプいいね。タプタプ体操、タプタプエクササイズみたいな。あ、もうエクササイズはもらっちゃうんだ。ダメ。エクササイズ、まあ、でもエクササイズ、まあでも元からあるものだもんね。ラララライとか、ラララライ体操とか、うん。タプタプいいね、でも。なんか、タプタプ、うん。タプ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 。いいじゃん。タプ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 。でも、ピチッとした服着て。はいはいはい。もう別キャラだよね、だから。別キャラ、なんか名前もつけて。はい、はい。別キャラ。この3人で、それぞれ、ね、役割あって。役割うん。ダッ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 でもタップタップ、でもラップ好きじゃないですか。ラップ好きっすね。タップタップで言う踏んで、もう曲で体操っぽい感じ。なるほどね。作っちゃえばいいんじゃないですか。で、体操っぽい感じね。日々戦う。タプタプ。タプ日々戦う。あ、違う。タップタップね。タプタプ。ハツラツ。ラブラブ。お、いいね。タプタプ、ハツラツ、ラブラブ。ハツラツ。ハツラツ。活発。おぉ。散髪。おぉ、いいね。単発。おぉ、いいね。勃発。おぉ、いいね。イェーイ。歩く。難しいな、やっぱり。でも今ので、ちょっと、いけんじゃない？見えた。うん。今言ったワード全部忘れちゃった。あれ。タプタプラブラブ。タプタプラブラブ。活発、単発。三発。三発、パツパツ。パツパツ。パツ、お金カツカツ。お金カツカツ。お金カツカツでも、女とラブラブでいたい。俺、そんな俺のお腹はタブタブ。ウィー。もうそれ、明日まで作って、それもう。いけんじゃない？もう。自分。いけるよ、ちょっと。女に振られて、坊主にする。スイッチ入ってる。三発。俺よりスイッチ入ってるよ、もう。三発ね、なるほどね。お腹活発にして消化してもお腹はタプタプのまんま、まあ、でサビはタプタプタプそこがフックになってだそこだけ覚えてもらえばいいから、まずはね、あ、なるほどね、うん、あ、いいね
そこ以外ラップだったんかいっていう。いや、そうそう、いいと思うよ。ちょっとじゃあ、著作権フリーのビートのやつを流しながら、うん、さっきのラップ。はいはいはい。してこうよ。著作権フリーのビート。あるなんか、くんちゃん。あ、いいじゃん。ちょっとエモいやん。好きじゃん。どう？いやー。アップタップドロムタカシアノイエー俺の恋はラブラブでも体はパツパツでも一つだけわかることがある俺の魂はリアルだぜイエーでもイエー活発に動く人生だけど勃発しちゃうんだよ戦争がそんなのどこにあるんだよイエー俺はこのまま行くぜ進んじゃっていいのかベイベー、yeah、俺の思いを届けるはっきり言ってパツパツパヤ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 そうね、作詞作曲、うん、作詞作曲だ作詞作曲の時の活動名もやっぱ決めた方がいいそうね、うん、作詞作アルファベットで同民 DOU-MIN 同民同民ってかっこいいやろ道民ダサとも言えないんだよ言えないでしょ道民ちょっといいんだよ道民いいやろ道民で作詞道民作詞道民作曲道民道民で曲名だよねあとねでも今の曲名だとちょっとエモい方がいいからもう道民の顔になってる道民の顔になってますこれタプライブいやそのラブライブなのタプライブタプライブはラブライブなの from 道民 aka 北海道、yeah、おいじゃあ作詞道民作曲道民、うん曲名タプライブタプライブでもう曲タイトルも決まったわけだからその意味を込めてちょっともう一回タップライブちょっともう一回聞きたいなえもう一回もう一回もう一回ちょっとタップライブもちろんか2番あ2番ねタップライブの2番、うん、あーオッケーオッケーいやいや見てくれ俺がドーミーお前らに届けるぜ、ドーミン、イェーイ。俺の名前はドーミン、イェーイイェーイ。体はタプタプ。でも、心ははつらつ。やるしかねえぜ、今が正念場、イェーイ。でも、俺は、まあ、思いをかけよう、込めていくぜ。タプタプ、イェーイイェーイ。ここから行くぜ。俺が今からスタートするぜ、イェーイ。誰も止めらんねえよ。俺の、思いはラブラブ、ラブラブからのラグラブ飲んじゃうぜ、お酒もいっちゃう。イェイイェイ。もう今日はテキーラ、テキーラ20杯ぐらいいっちゃおうかな。もう怖いぜ、もうイェイイェイ。うん、人が通ったぜ。いや、よかったね。ちょっと危なかったけど。人が通ってくれたから。
うん、ただまあまず滑舌直してね、本当に滑舌直さないと道民としても動けないから